さて今夜の挑戦者は元格闘家の平直幸さんです平さんは1963年宮城県のご出身54歳身長は175センチ体重は75キロ 高校卒業後上京してプロ格闘家を目指しタイガージムに入門1986年には第1回プリシューティング76キロ級で優勝するなど早くからその格闘センスで頭角を現しますその後シュートボクシングで活躍した後1992年には格闘技オリンピックやリングスに参戦日本の総合格闘技の黎明期に活躍し漫画「グラップラーばき」の主人公のモデルとなりました 2003年に現役を引退現在はレフリー指導者として格闘技界を支えていらっしゃいます「ローリング・ストーンズ」でスタート・ミー・アップをお届けしておりますこの曲に乗せまして今夜のゲストをご紹介しましょう鮮やかにリングインを果たしました元格闘家平直樹さんですようこそこんばんはこんばんはよろしくお願いします懐かしいテーマ曲で以上ですね、はい、もう十何年無理ですねおお 当時、まああの、アンディ・フグとトレーニングしてる時に、はいはい、この曲でいこうってことを決めたんですってそうですね、えー、あのちょっとこれ調和的にこう「スタート・ミー・アップ」ってこうちょっとやる気させろみたいな、えー、これを盛り上げろみたいなやつで、はい、いいんじゃねこれでみたいな感じでああもうでも現役を離れて結構になりますけども,、えー、もう16年ですねああ、そうですか、はい いやーもう今はね、まあ、指導者としてあるいはこうレフリーとしてご活躍なんですが、はい、まあとにかく平さんというのは UWF に憧れてそう,、ね、う UWF で人生変えられたようなもんですよね、ええ、そうですねあの変えられたらいい方向に変わったと思うんですよ僕は。い を見て、八十四年のね、ええ、クロックヘッドシザーズを見て。見て、衝撃はしたと。クロックヘッドシザーズを前日のやつで、初公開みたいで、トスポカなんかで、出るんですよ。次の日、また出て。で。あ、これ、俺し、俺知ってるみたいな感じが、だから、あの当時の。その新聞見て、来た人しか知らないわけですよ。はい。はい。で、なんか、そういう、お客さんがいっぱいいたんじゃないですかね、こういけ。俺しか知らないみたい、あの。喜びがあった時代ですよね、だから。 よね、<ー>まあとにかくあの,あの時代 UWF というかこう格闘技、はい、格闘技で飯を食うっていうね、はいえー、それにこう情熱を燃やしたそういう世代ですよね。そうですねだからこれはプロレスじゃないですけど結局石井館長のおかげなんですよねこういう今のこういうスタイルい。道場系をやって、うん、食べていくっていうスタイルを作ったのがやっぱ石井館長なんですよね。あの当時はなかったですからね。プロレスっってていうもののががあって、うん、一般の道場が でキックボクシングだったけど別に空手のプロ興行とかなかったじゃないですか、はい、それをうまく作っ入れちゃったんですよそう,うそうですよねまあ本当に90年代に入ってからだっと格闘技界もね、はいえー、時代が変わっていったという感じなんですが、はいあのー、今日はですねその格闘技の話というよりも、はい、プロレスの話をしたいんですよね。はい、なんたってもう <laughs> 平さんはもともとがプロレスファンですからそうなんですよ。 でやっぱりあの一時あの格闘技のところで佐山さんとこにもいたりいろんなところで今に思えばちょっとこう子供っぽいんですけど「いや俺たち違うよ俺たちちゃんとやってんだよ」みたいな「でも食えねえし」みたいなところがその気持ちを押し上げてあったんですけど最近「あのいやいいじゃん何でもみな、はい」みたいな。<laughs> <laughs> 何でもいいじゃん面白ければいいな,けどなってきて。 新日のあの一点四のやつも、あの久しぶりにテレビで、去年去年も見たんですけど、今年もリアルタイムで見ちゃって、ええ、面白いですよどう映りました岡田和伸対内藤哲也とか、もういいですよ。内藤いいですよね。内藤一押しで、もう室伏もいいんですけど、内藤いいですよね。あのなんていうんですかね。トランキーロ。トランキーロあの変なスペイン語みたいな。 なんですかね、あの僕らの頃と違って、ダブドウラダブッチャって偉人じゃないですか。もう他の人と違うタイガージェットシンとか、それを見た。いや、内藤、哲也や違う意味で偉人ですよね。別、違邦人みたい。はい、はい、はい。あ、この人面白いの。ええ、あと誰が気になりました。気になったのは、あの、は、いろんな選手見てて、やっぱり一番。僕印象のことは鈴木みのる選手。おお。後藤選手とシングルマッチやりましたね。りはい、はい。 髪ましたあ自分で切ってましたけどねあの僕らの頃って昭和のプロレスから UW 来て藤波さんから僕の場合ミルマラスカスじゃなくて藤波さんから来て佐山さんのタイガーマスクで空中殺法とか立体プロレスが出てきた時代なんですよあれがやっぱすごいかっこよくてでも今みんなそっちじゃないですかそうすると人間ってんか不思議なんですよね鈴木ミノルチックなのとかあとダイニプロレス的なのとか あっちいいんですよだからだからみんながそっちに進むと逆に行きたくなるっていうかそそうううファンってそういうのありますよねまあそうですよね結局お俺さみんなこうだけどこっちの方がいいよみたいなはい,はい、はい、実際すごいんですけどねあの、うん、飛んだりするのははい、はいその,その中で僕は鈴木選手よかったなと思ってへえやっぱりそういう売り戻しっていうかねり戻してますねんですよねねでよだからもう本当に UWF と FMW の関係みたいなもんですよね やっぱりりああの何ででもありがプロレスなんですよね格闘技じゃないけど何でもありなんですよプロレスそういうとねやっぱね猪木さんとか馬場さんの言ってることってね結構心理っていうか馬場さんもあ、ね、のねリングでやるものは全部プロレスだっておっしゃってたし、はい、まあ猪木さんも「あの俺は一度もう分けたことがねって言いますけど、ええ、その通りなんですよね。結結局局そうだと思いますよ結局 お金をからん、うん、それプロレスっていう範疇でどれぐらい揺り幅を持って中心持ってみたいなのがあってプロレスってやっぱりしぶといですよね<ー>その中心もあるけども中心も割と<え>なんていうんですかねうまく動かせるじゃないですか、はい、中心動かせるし、はいはい、揺り幅もでかいし、うん、格闘技ってだからその意味ではプロレス参考にしなきゃいけないんだけど。うん 違う揺り幅でプロレスが横だったら縦にするとか、はい、やんないときついんですよだから、えー、いやーすごいですね一時あのあんだけとんがってた平さんが <laughs> まさかこんなことをおっしゃるとは <laughs> 結局だからあのとんがるやつって、えー、何か引っかかってるわけです自分のねプロレス好きなんですよ一時もう、えー、すごい許せないって時代あったわけでしょそうだってそ,そこでプロレス認めちゃうと自分が消えちゃうから、えー、当時の僕って格闘技の中で、えー、プロレスに負けないでやって結局当時

いやあの僕あのー、いろんなことを考えるの好きな人なんでなんかそんな感じしますねで前田さんとか知ってるわけですよはいじゃんぼ鶴田って前田さんと並んで体格引き取んなくねえと思うんですよね、まあ、ほぼほぼ一緒ですよね一緒ですよね、ええ、で前田さんバスケットやったら多分鶴田さんうまいだろうなと思いますねまあそうでしょうね鶴田さんの方が寸敏な,、ね、な感じしますねで格闘技にかっったらオリンピック選手ですよね、はい、で長州さんとやった試合とかも、はい、あったじゃないですか大阪城ね あの人ガチやったら絶対吸いと思うやんなかっただけでもしジャンボがガチをやったらとか思ってブログで遊んで書いてるんですけどルーティーズが出てきたりするわけですよ。あれはなんですかだから1984年に UWF がね出てきてその前年に鶴田さんがインターンのチャンピオンになるんですよね。で黒タイツと手術変えたいたいですかルーテイズの闘水を受けてというか。その年後に UW 見てやこっちやりててなったとしてもおかしくないんですよ要するに人間のそのより向上するっていうので、はい、新日本プロレスに対してな多分その黒のタイツに変えてなんかファンの想像を駆り立てるために多分、はい、ジャンボさんってあの正常期待っするから変えたような気がするんですよ僕の中で。 そういうい意味があったんですかねで天竜さんが猪木さんの技使ってたじゃないですかそこでムッとかして「ええ、俺ストロングスタイルやっちゃおうかな」みたいになったら面白いと思いません。<ー>でユダぶが出てて新日本が落ちる時期だから、はいはい、そう俺,俺できるぜみたいな感じで。あ,あの時あのルーティーズがね全日本プロレスに来てて、ええ、でルーティーズいやったりとか、ええ、あとその鶴田さんにねへそで投げるバックドラップを伝授するわけですよね。 その時に、だから裏でシュートテクニックを教えると、そすると、カールコゴチさんとルーティーズってどっち強かったんで、けんけんゴうごうなるぐらいの世界じゃないですか。はいはい。どっちだと思われます?。いや、僕ルーティーズの,の気するんですよね。ええー。はい、はい。やっぱりプロレスの世界って、うん。うん、お客呼べなきゃダメなんですけど、はい、やっぱり弱いやつトップダメなんですよ。うん。なめられますよね。ダメなんです。うん。だどっちも同じぐらい強かったと思うんですけど、お客さん。 取れるのはルーティーズだけど、それだけでもないような気するんですよね。どちらあの明確な差はなくても文句言わせない強さは絶対あったわけじゃないですか。はいはい、そう考えるとだからで U W F がうまくいかなかったと新日本じゃなくて全日本に行くわけですよ。はい。で対岸マスク斎藤さんが抜けてないんですよ、ええ、これな抜けてない。いな僕の妄想の妄想で、はい。えー、もっちゃんの中で、はい、うまくいかなくて斎藤さんがいるいて、はい、タイガーマスクいて全日本プロレスが引き抜くわけですよ。 妄想でそうするとものすごいえじゃあ全日本プロレスに西まさんが上がるがるいう妄想ではいでそこで馬場さんも大きい人なんでこいつらをプロレスさせるには格闘技のシリーズもも組うとかやるわけです格闘技のシリーズサマーファイトシリーズとかあったやつがミルマスカラスくんい。そこで「行楽ツ2ディズ」とかさせるんです UWF のやつででミルマスカラスが来てて見るんです初日ミルマスカラス絶対強いんですよだって そうですかどう考えても強いじゃないですかあのだって自分の画を通してあれだけプロレスで <laughs> <laughs> あれ弱かったらやられちゃうじゃないですかどかげまあ確かにそうで,す、ね、で2日目見るマラスから出,出るんですよ僕のその謎のブログの中で妄想では妄想では 2days に、まあ、2日目にマスタース、ね、俺やってやるよみたいな感じで実際ドスカラスの息子さんとか昔出てるじゃないですか <laughs> 見ることやりましたよねプライドでねなんか 別に妄想だから自由で構わないですよ漫画とかそういうのだからなんかそれ面白くねーみたいな僕ああ自分の想像面白くて描いてるとまた出てきちゃうから、ええええ、でだんだんそうやって1984年から違うのが起きて別にもう今別にもう一回起きるわけじゃないからはい、はい、描いてて面白いんですよ、えー、いやでもやっぱりだからそうやって考えるとジャンボするとやっぱいいやジャンボさんすごかったと思いますよ そううでしょう、ね、あれだけなんかだから多分相当余裕があったんだと思うんですよね。あんまりその一生懸命な感じというかじゃないですよね。じゃないですもんね。だからできちゃうんですよ、はあ。ああいう人ってもうなかなかでも出てこないですね。そうだと思う佐山さんみんな天才っていうけどジャンボさんも天才なんですよ。はあ、だから卒なくこなす天才だったから、うん、卒ないのって意外と感動生まないじゃないですか。うん、だか天竜さんの武骨な方がいいとか、はい、不思議な世界でプロレスって。うん 鶴田さんはねあのなんかこうアメリカンプロレスをこうやろうとしてた気がするんですよね。ああいうのが好きなんでしょうね。好きなんですかね。正常機のタイツですから、ね、とか <laughs> あとそのなんかこうおおってやって、えー、あの昔こうなんか頭抱えてこうおおってやってたりとか,、えー、とかまあそのちょっとこう倒れて足け攣れんさせたりとか、ね、ああいうのがね僕はちょっとこうあんまりピンとこなかったの当時はね。そうですね。えー、ままああ日本人的ににの時にちょっっとアメリカンプロレスってまだ 早すぎる早かったんでしょうね。でジャスルするもしもしタイムスリップして東京ドーム出るんですよ岡田和親と。とかなるかもしれないですよね今だったら。ですね。今だったらあの体で技徹底的に受けてスープレックスとかも本格的できてでちゃんとした基本もできるじゃないですかプロレス。で岡田和親に外って翻弄されそうな気するんですよね。 岡田和親、天竜源次郎とやりましたけどね。そうですねじゃあ、もう鶴田とやったら面白い試合な,なるでしょうね。なるでしょうね、うん。で、あの鶴田さんの、あのアメリカンプロレスの感じも、今だったら、すっごい受けそうな気がするんすよ、ね。んだねそんな気するんです。えー、で、絶対強いっていうの、みんなわかるじゃないですか。はいはいはい。時代。 あるんですよねその時代勝手にこうぐちゃぐちゃにすると面白いなと思って妄想してるて妄想して遊んですけど、ね、でもね本当はあのプロレス少年ですね昔のプロレス少年って必ずあの妄想しませんで妄想,妄想好きですよねで。勝手にあの自分でリーグ戦とか勝手に今日作りますよね,ねでこ,こいつとこいつがやってこいつがこいつがやってみたいなで巡業のスケジュールとか勝手になんかあの妄想で考えてあるの昭和の少年は全員梶原駅なんですよね。<あ> <laughs> お家帰ると梶原一騎になっちゃうと自分で、<laughs> 自分で作っちゃうんですよ。<laughs> だ昭和のプロレスとは何かって言われたら、もうイコール梶原一騎さんなんですよ。そうなんだと思います。先生ですよね。<laughs> ええ、でもまあ、あのー、いろんなね、あの格闘技こう見てらっしゃって、こうプロレスラーの方も、あの見てらっしゃいますけど。やっぱその、前田さんと佐山さんって、二人師匠がね、はい、いらっしゃるっていうの、なかなかあんまりいない例だと思うんす。なかなかいないですよね。えー、あのー、年齢を重ねられて、えー、この五十歳を超えて。 佐山さんの言ってたことがあ今なって,さんってものすごいすごい頭いい人なんですよ、はい、で多分運動神経もそうなんだけど考える速度が速いんですよ藤井聡太君じゃないけど、はい、いっぺんにいろんなこと考えてるからいや俺絶対あの人分かんなかったもうみたいな、はい、多分佐山さんって言ってる間に次のことも分かっちゃうんですよこうやって会話の時に誰もついていけないんですよ単純にすごい人なんですよ そうですよ、ね、でもごめんすごすぎるってすごくないと一緒になっちゃうんです僕らにとっては<ー>当時の僕はそのすごさは分かんない,いだってプリシューティングなんて86年ですよごいですよ<え>だってオープンフィンガーグループってあの人考えたんですかそうですよね <laughs> これをだからちゃんとあのパテント取っておけば本当ですよ、ね、今頃ねもう大金持ち、ね、そうですよだそういうところに執着ないところもまた佐山さんっぽいですよね,すねだってレガースだってそうじゃないですかあの人本当天才ですよう であとあの八角形あのシューティングであのそうやってたじゃないですかです、ね、これ俺で,であれ奥田、ね、奥田だろうね。埼玉さん今やってることも誰も理解してないけどまた十年後二十年後そういうことやってたとはなる可能性はあるんですうん。当時のプリシューティングでどんなお気持ちでやってたんですか。当時は本人もかたね僕はあの結局プロ目指して年そうこの対戦自分の中で年上だったからいや、うんええ、別にこれは別に勝つでしょうみたいな。う 感じのやつででみんんなとは違う思い出,で出てたんですよだから、うん、全然勝てるしみたいな。ただ振り返るとやっぱり第一回の記念すべき大会で、うん、意外とあれがちゃんとした総合の初,初大会じゃないですか、ね。でしょうね。昭<昇>和っていうか、はいえー、それ出させてもらったご縁もあるし、うん、でさんまさんもちゃんと出させてくれて、うん、やっぱありがたかったなっていうのが今のやつで当時は全然そういうのなかったですよ。あそううですかいやもう ま、負けたらどうしようさえもないでよ、うん、何の技で勝とうかなみたいなうーん。まあね、あの頃総合格戦、その中、打倒局とかね。ちょっとこう、本当にそういうの成立するのかなみたいな。えー、で、雑誌で見てても、佐山さんは何をやってんだろうっていうのは、僕はチンプンカンプンでしたもん。<ー>全然分からなかったです。僕はその頃、そばにいるから、佐山さんやりたいことは。十分の一ぐらいは分かるわけ。ですただ、天才だから、うん、全部言っても理解できない、ね。結果、あの人のことは。 まあそうですよねでもまあ格闘技を上げるためにやっぱりこうプロレスと格闘技って一時こうね悪い関係にありましたけど、ええ、今はもう完全にセパレートされましたねそうですね。ええ、いいと思いますよ。ただやっぱプロレスラー見て誰も弱いと思わないし、うん、すげえなって思るし、うん、で格闘家見てやっぱりあのかっこいいって思うじゃないですかやっぱり、うん、プロレスラーとは違う感じで。うんうん、それのやっぱり ただプロレスすごいのっていうのはインディは別として、やっぱり。死んでしか食えるじゃないですか。そこがやっぱ違うんだよね。もう二十四時間。全部プロレスラーになるための時間になっていくじゃないですか。まあ、多分あの相撲から来てるんですよね。あの、そうなんですよね。部屋に入って。で、相撲、そもそもみんな食えますからね。そうなの。だから、もう相撲取りになる、入った瞬間から相撲取りな、なって。ちゃんとした相撲取りになったら、上いけるみたいなシステムじゃないですか。格闘技そこがちょっとまだ。 危ういところがあるじゃないですかアルバイトしながらそこで上に行くやつはまたプロレスラーと違う光り方があるんですよねうんなるほどねどっちもかっこいいんだと思いますよ<ー>今の僕としては今後どうなっていくんですかね一時その、まあ、2000年代ぐらいにこうプロレスラーが相互にいっぱい出てとかいう時代がありましたけど、ええ、そこからまあ今10年以上経って完全に分かれてます、ええ、これもう今後ずっと 平さんの妄想としてはいやあのミニスカートとか馬車と一緒でまた同じことも起きますよかるプロレスをすごいもっともっとプロレスとして完成するじゃないですか。って言ったら、ええ、格闘技できるプロレスラーとかやったやつ出るじゃないですか今はまだ違っても、ええ、で格闘技もどん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 なった時に、ええ、試合はプロ格闘技なんだけどプロレスラーみたいな。 やつとか出るる可能性もあるし、うんはい、なるべく人と違って時代を飛び越えすぎないみたいなのもやっぱり大事なんじゃないですか、えー、全部その人前に出るっていう。てことはまたプロレスラーの格闘技挑戦みたいなものがなくないですよねそれは別に23年後とかじゃなくて、えー、だから今はまだもっともっとプロレス多分今の状況をまとめてってもっともっとファンが来る時代だと思うんですけど。うんうん、でもやっぱりあの外からね 入ってきてきほしいですよね今ってほら<ー>プロレスファンがプロレスラーになるじゃないですかそうです、ね、じゃなくてやっぱりあの前に何かやってた人だ鶴田さんみたいな、えー、こう外から来るみたいなそういうパターン欲しいですよね。やっぱりこれからじゃないですかあの新日本の親会社さんとかそういう魅力的な会社にして、えー、プロレスはなりたい人には魅力的な世界だけどじゃ他の職種と比べてみたいなので言うとまだ弱いじゃないですか。うんうん そこなんだと思いますよ今後はあっとここでゴングが鳴りました平さんはい。時間切れのゴングが鳴りましたよ早いもんですね早いもんで、えー、NWA のルールはお別れだと思うんですけど、はい、昔 NWA のタイトルマッチとかどうでした見てました見てましたいやあのー、61分とかタイムとかよくやりますよね <laughs> 今考えれば、えー、誰の時代ですよその時ハーリーレースですねですかね 60分ドローの場合はですねチャンピオン側が防衛というそう,、ねえー、そういうことになっておりまして我々番組側が356回目の王座防衛に成功ということになりました、はいえー、のらりくらりとしてしまいましたがあの今夜振り返ってみていかがでしたいやなんか知らない自分が喋って出てきて楽しかったですねもうあの会話のペース早いですね早いですからね佐、ね、山さんのこと言えないですからいやーもうなんか飛んで <laughs> 平さんもやっぱ天才肌ですよ佐山さんのそばいましたからね トントントンって感じですよね。そうですね。はい。